関連として、ブラジル石油会社あるいは、ブラジル石油公社等と表記されることがある、半官半民企業である。メルバル指数構成銘柄。代表者は、セルジオ・ガブリエリ。ブラジルの旧首都リオデジャネーロ市に本社を置く。南半球最大の石油採掘会社である。アマゾンのウルク油田での石油生産のため、1953年に設立された。 1997年まで、ペトロブラスはブラジルにおける、石油産業において、独占を認められていた。現在でも、ブラジルにおいて、最大の石油採掘会社であり、1日あたりの石油採掘量は、200万バレルを超え、他の国際石油資本と比較しても、遜色のない水準を誇っている。ラテンアメリカ最大の事業会社であり、 2008年度の売上高は1183億ドルに達した。会社自身で石油生成の設備とタンカーを保有している。また、深海での油田採掘技術も保有している。日本では2007年に沖縄県の中堅石油生成企業である南西石油を買収したことで知られる。近年の地球温暖化対策において、 積極的なバイオエタノールの推進、拡大に注目が集まっている。アフリカ、南北アメリカ、ヨーロッパ、アジアの18カ国で油田及び石油生成施設を保有している。その総資産は1335億ドルに達する。ペトロブラスは現在世界で最大級の石油プラットフォームを運用している。 2001年に爆発して、運用を停止した P36 石油プラットフォーム、P36 に代わり、世界で3番が目に大きい P52 石油プラットフォームを2007年に稼働させた。初の純国産会場石油生産プラットフォーム P-51、ブラジル政府が、現在も55.7%の議決権を保有している。一方、 市場に流通している株式は主にサンパウロ証券取引所に流通しているがニューヨーク証券取引所においても外国予託証券の形式でも流通している。ペトロブラスはボベスパ指数を構成する銘柄の一つである。2010年9月23日、過去最大級の増資となる780億ドルの株式を新規に発行することが決定した。 1998年から2008年まで F1 のウィリアムズチームのスポンサーを務めていた。2009年はブラジル人であるブルーノ・セナのホンダレーシング F1 チームでの F1 デビューに合わせブルーノとホンダのスポンサーとなる予定だったがホンダ撤退の煽りを受けブルーノのデビュー話は消え F1 からも一時撤退。2014年から2016年まで ブラジル人のフェリペマッサ加入に伴い、ウィリアムズに復帰。燃料やオイルは、メルセデス指定のペトロナス製を使用しスポンサー、活動のみだった。2018年からマクラーレンとスポンサー契約を結び、当初は2019年から燃料サプライヤーとしての活動も開始する予定であったが、それが間に合わず延期。逆に株主の影響で、提携解消し、 F1 から撤退する噂も出て、ブラジル大統領、ジャイル・ボルソナロの指示で予定よりも3年早く契約を終了することになった。ペトロブラスの油田採掘機会1953年、ジェトリオ・ドルネレス、バルガス大統領の指示のもと、ペトロブラスは創設された。その当時のモットーは、ブラジルで採掘される石油は、ブラジル人のものであるというものであったが、 大衆に支持されたバルガスの動きに対して当時のブラジル人エリートは反発の姿勢を見せた。ペトロブラスの石油採掘作業は当然のことながら国家がバックについていたこともあり石油、天然ガスの採掘のみならず関連製品の販売やガソリンスタンドでのガソリン販売にも結びつくものであった。ペトロブラスの独占状態は 1954年から1997年までの間継続された。その間に、ペトロブラスはブラジルにおける石油業においてナンバー1の地位に到達した。2006年、エボ・モラレス・ボリビア大統領が、ボリビア国内の石油の国有化を発表した。モラレスは、ボリビア陸軍に、油田の接種を命じた。この動きに対して、ペトロブラスのボリビア法人は、 ボリビア経済に大きな影響を与えていた。ボリビアによる石油の国有化は、ペトロブラスとボリビア政府の関係を緊張化させた。2006年10月28日、長い交渉の末、ペトロブラスとボリビア政府は、利益の18%はペトロブラスに帰属し、残りをボリビア政府に帰属させるという協定に署名した。 2015年8月、汚職容疑で起訴されていた同社、元国際部長ネストールセルベロ被告を含む33人に対して有罪判決額だった。ペトロブラスをめぐる汚職一掃作戦では、他にフェルナンド・コロール・デ・メロと民主労働党のクーニャが起訴されている。作戦から逃れるようにして、HSBC はブラジルから事業撤退している。 汚職は外資との関係も注目される。汚職事件による業績不振は日本企業にも及んだ。IHI や日記が出資したアトランチコスル造船所はペトロブラスから受注した海洋構造物の代金回収が不能となり多額の損失を計上。ブラジルの造船業から撤退する直接的な原因となった。ありがとうございます。